皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年2月22日23時9分まあ夜ですけどね、ちょうど今電車来まして、そこそこ音鳴っています。日常会話ぐらいは認められています。まあこれぐらいの声の大きさですからね、大丈夫です。まあ近所迷惑にはならないということですね。建物の中ですか。本題なんですけども、まあ株価、3万9000円ほどになってきていますが、バブル崩壊の頃の金額です。あの頃もエネルギーの残存量問題だったんですよ。株価の崩壊はフェイクニュースで、湾岸戦争というニュースを放送して、湾岸戦争はフェイクニュースですよ。で、まあ、第4次中東戦争ぐらいが最終的な戦争なんですけども、湾岸戦争はああいう風な形でフェイクの戦争を放送して、石油価格を一気に上げて消費を抑え込もうとした、これが真実です。なんかもうウクライナ方とかロシア方とか普通に言ったらいいんですよ。もうエネルギーの残存量問題常識持たなあかんって、みんなってね。去年一応トヨタの工場何箇所かいくつかの県で操業停止になったでしょ。動く人は動きますからね、ちゃんと止めなきゃ。何でも急にじゃなくて何十年も前からそんなこと知らないで、もうさっきも証券会社のテレビの放送見てたんです、報道ステーションとかでね。で、株価があって喜んでるんですよ。僕が上、一番上だったら全員クビ、本当に解雇あかん、こんなに値段上がったらあかんやん、でまた昔みたいにバブル崩壊でってなるよってみんなで言わないと。証券会社の人たち、持つた人たちのところ、証券会社の人たち、もう全員そう。二十歳ぐらいの頃、同じこと言いましたよ。え、なんか言っとくって。日本のケジぐらいこっちでつけさそう。本当にものすごい怒った時に。そのね、こっちは人材派遣会社とかで、ね。本当は法的に割増賃金がもらえる話とか、若い頃聞いていて、誰が本当のこと言ってくれてるのか分かんないんですよ、本当に。もういろんな人たちがもう結局金持ちが悪いやろみたいなことになって、本当に国が止めたらええって本当に。さっきもね、あのバスケットボールの試合、ね、日本とグアムの代表者の人たちが、ね、試合してましたけども、まあ本当に必要な試合だったのかどうかがまず1点と、エネルギーの残存量問題的にね。で、2点目はそのグアムの人たちも全力を尽くしていたのか、全力を尽くして勝ちに行こうとしていたのかっていうことなんですよ。で、あんまりそのリーグとかあるのに、あと、まあ、エネルギーの残存量問題的にね、あんまりスポーツの試合をたくさん開くべきではない。基本的に何か力仕事しながらだとか、もうそういうふうにしてもらわなかったら無理なものは無理です。まあ、本当はね、菅さんの時も、菅さんも安倍さんも分かってるんですよ、そういうこと。分かってたんですけども、まあ、その当時の僕と言ってることはいまいち噛み合ってなかったりだとか、まあ、今回の日本の株高は NISA がまず一つの大きな原因。非課税。200何十万までの株。非課税。それが永久。もう昔も多分そうだったと思うんですよ。それでお金が流れ込んできて、それが魅力的に見えてしまうんでしょうね。エネルギーの残存量問題だったら話全然違うよって、学校でみんな習ってるよって、オイルショックって、今更義務教育で習ったことをどちらが卑怯か言い出す市場によ、株価勝手に値崩れしたらいいじゃないって、これが実力主義。
というわけで、世界中の皆さん、ご協力、ご対応などよろしくお願いいたします。まあ、政府がね、電気回さなかったらいいんですよ。トヨタの工場とか、日本の工場とか、他の国でも世界中から進出してきた工場、勝手に止めたったらいいんですよ。それでも中古車がものすごい余ってますから、本当に。エネルギーの残存量問題、ちょっとやそっとの期間止めたぐらいじゃ、全く話じゃないですよ。生産量、本当にどこの国の自動車メーカーも100分の1まで持っていかないと。それも20年以上はずっと継続。で、それで様子を見る。で、軽自動車に関しては、電気自動車。で、普通車、まあ、背が高いか低いか、もうほとんどの人、大体身長170センチぐらいの人ですから、170センチ台の人ですから、まあ、それより小さい人とか、実際軽自動車で十分ですから。もう少しは、電車バス徒歩で移動しなきゃならないっていうことを、覚える。覚えた人間が、まあまあ、一つの要素としてね、まあ、大人になりましたっていうことになるんですよ。覚えれてない人は、まだ大人になってないっていうことなんですよ。子供扱いされても仕方がないって、そういうことなんですよ。何回も同じこと言われてるから。経営者にまでなって。結局自分のお金稼ぎのためだったんでしょって。それ仕事と称してたんでしょって。みんなの税金に食らいついてたんでしょって。で、消費税ずっと上がってたんでしょ、住民税上がったんでしょ、ね、夕張市が破綻したでしょ、全部本当の話です。で、今外でね、車のドアでバタンで閉めてありがとうって言った男はいるんですけども、車で来てる時点で挑発行為、口先だけならみんな何とでも言えるから、音は拾えたでしょ。新人物さんが来て、防犯カメラ、上行ったか下行ったかで逃げよう。ちょっと前に晴れ間整骨院で、なんか車やったら回すとか、なんかわけのわからんこと言ってた男がいるけども、それぞれ徹底的に調査した方がいい。どこの大企業の役員だって、こっちの方が戦力上。一応まあ今日見たら有馬警察署の方では車何台か前で乗せてたんですけど、まあ、やっぱりあれ回転灯回ってる時、僕は撮影して世間に公開した方がいいんですよね。そういうことですよね。まあ、そうそう、パトカー、あれ、あの警察署の前でパトカーがこう回転灯をね、まあ僕の家に分かるように車を押収されてるところ、多分そういうことだと思いますよ。今度見かけたらまた、あの回転灯気づいたら、撮影しておきます。だから、それを遊んではならないルールなんか使用しなくても、常日頃から、そういう活動がしっかりと、全警察官の方たちができるようにしていただかなかったらお話にならないと、まあ、こういうことですね。もう今まで何回も工場を止めてきた方ですから当たり前ですよ。もうトヨタ明夫さんがこの間謝罪したのに分かったでしょ、不正ってちゃんと言われてるんでしょ。当たり前ですよ、ほんま、本当に50億人の命かかってるのに。で、中国の方はすごくしっかりしてますよ。投資、今まで棒グラフでこれぐらいだったのが去年これぐらいまで縮んでますから。投資ないない、投資することなんかないないない、これ以上物なんか使ったらエネルギーもっとなくなっちゃうよって分かってらっしゃる。これで今年自動車の生産量多かったら
向こうも日本も両方もアメリカも、もうヨーロッパ もうみんなやったことになった方がいい、一回。本当に。それで他の国がザワミの言うといたらいいんですよ。あいつら好きよ、いつもいつもあんなにたくさんたくさん石炭もガスも。雪国の人たちとか、これ。ガープ、ガープ。ワンピースのギャラクシーインパクト。げんこつ銀河。もう大学のアホな教授が言い始めたんです。ビッグバン、宇宙が爆発して宇宙ができましたって。核兵器爆発して宇宙できましたか？できませんよ、そんなもの。あんなこと言い始めたの第二次世界大戦前後ぐらいの人ですよ、ビッグバンとか言い始めたいと。わかんない、もうセイントセイヤ見てもっとおかしくなった。小宇宙と書いてコスモって読むんですけどね、ガソリンスタンドでコスモ石油ってあるでしょ。だからそれで話になんかめちゃくちゃなったんじゃないですか。背伸びして大学の教授にまでなって。ちゃんとした物理的法則の世界と神がかり的な力の世界、これ両方覚えておかないといけないです。人間とか作ったんじゃないですか、宇宙は。絶対太陽の説明誰かできますかって。モテるの神様の世界ですよ。何十億年燃えているのか何百億年燃えているのか分かんないですけども、日本つい、数日前、5月上旬並みの気温、東京の方で20度超え。2月ですよ。本当に。分かってます？本当に物理的法則だけだったら太陽燃えっぱなしなんだから体積どん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 小さくなるでしょ。何十億年、もしかしたら何百億年、もしか何千億年燃えてるんですよ。暖かくなってるんですよ。誰か説明できますかって。できないでしょ。だから神がかり的な世界とその物理的な法則の世界、その両方本当は神様の世界だから、全員その両方の世界をしっかりと知っておかなきゃならない。だから人間はここは人海だから、あの計算とかをできるようにして漢字とかを覚えて物の読み書きとかそういうことをしっかりとっていうことになってるんですよ。だからそんなことを教えとる。大の学って書いていて、ビッグバンだのプレート説だの、もう地球の方向はね、同じ方向に自転と公転があるでしょ。同じ方向にぐるぐるぐる回って、地球の中心に重力がかかっていることぐらいみんなわかるでしょ。歩いてたら階段から足踏み出したらちゃんと下にね、重力で引っ張られるでしょ。足がつくでしょ、まあ、引っ張られるっていう言い方しなくてもわかると思うんですけども、大陸が右からプレート説ってあれ言い始めたの、ドイツの大学の教授、第二次世界大戦前後の人。大の前に死んでる。僕が生まれてくる前に死んでる。第二次世界大戦に負けたから、アホなこと言ってたやつテレビで出したりとか言って出して、本気にしちゃった西側諸国って。あんまり頭ええ人おらへんおらへん、最初から。もう社会の仕組みからエネルギーの残存の問題から何から何まで全部知ったら、あ、これ大学行くだけ世間に迷惑かけてるわっていうこと気がつきますから。もともと大学行った奴らよって。第一次世界大戦とか第二次世界大戦始めた奴らって。ね。学歴社会？ややこしい法律ばっかり作って？ちゃんとしわけわかんなくなってる。みんな絶対そうなる。もうこんなややこしい、こんなにたくさんね。これが全部じゃないんですよ。これ本当は六法全書1と2なんですけども、本当は3いりますから。現行法規と現代日本法規に書かれてる内容とかもね。それプラス土星六法が絶対いりますから。それがちゃんと法律分かってる人の答え。で、法改正があるからとややこしくなる。政府が同じ法律なのに書類の内容ちょっと変わったような内容とか作ってくるときは作ってくるし、その辺のところ相場がいろいろ動いたときにいろいろ金額が変わってくるところは変わってくるんですよ。いろんなところで幅広く本当に。他にもありますよ、大学の教授が言ってたおかしな話、世界中に広まってしまった後の話で、フェイクニュースでどうにかしようとした。正直に全部本当のこと言ったらいい。先進諸国がエネルギーの貴重さ分かっていませんでした。そういうのに世界大戦始めてしまいました。ってちゃんと僕も一緒に頭下げときます。先進諸国の末裔の人間たち、発展諸国の皆さんすいませんでした。悪いの日本とアメリカと中国とヨーロッパ、大体そのあたりの国。先にあの先進諸国化してきた国。そのあたりの国が悪いんです、本当に。まあ、
南米の方はよくわからないです。まあ、ブラジルの方たちとかがどれぐらい先進諸国が石炭のかとか。まあ、もう先進諸国、COP28 が悪いだったで、発展、あとはね、ただもう自分たちが悪いところを認めたんだから、発展途上国の人たちも、もう同じようなことしちゃダメですよって、こういうことなんです。以上です。世界中の方たちにしっかりとこの内容を伝えてください。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。それこそ請願法の陳情です。国連です。今国連でまとまってるんです。誰が擁護したり、この話ちゃんと広げてないか。それ調査して選挙で叩き落としちゃったらいいんですよ。それでも自分たちに仕事欲しいからその人に票入れます。消えていってもらいますよ、ガーシー議員みたいに。本当に。ねえ。みんなの50億人の命の方が大事なんですから。高い給料が欲しくて選挙立候補してきた、会社に仕事を回したくて選挙立候補してきた、絶対無理ですから。もうバレたらそれまで、三振問い内の請求、奥に返納してください。そういうことです。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。これぐらい言論の自由があった方がね、動きやすいでしょう。善意のある国会議員の方たちの方は。ちょっと自分たちの方で言い出しにくくなったっていう時あるから。あいつがちゃんと言い始めたっていうこと。第一義的な責任は国会議員の皆さんにあるんですよ。もう車作って生産してもらった後ですから、世界中の先進諸国の自動車工場を持ってる国が悪かったっていうことなんです。あと建築業界でね、余計なものばっかり作ってるね、万博カジノいらないでしょ。その条例いまだにオリンピックもいらないのに、その法律スポーツ振興法とか残そうとしてるところ全部いらない。経済原理で全部終わらせていったらいい。本当にそれで余分なエネルギーの消費や抑え込む。これしなかったら本当に無理ですから。僕は20歳ぐらいの頃、石油の採掘可能埋蔵量残り69年分。2022年のデータで残り54年分。2011年のデータで残り59年分。しっかりとなくなっていってるんです。ロシアの皆さんは1万5000メートルもそこまで掘ってくれています。絶対に足りません。今すぐしないきゃ、仕事ができたとは言えません。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。